帰ってたら、はい、帰ってくださいよ。寝るのは朝になるけど、なかなかないな、カメラで。やりましたよ。やりました、やりました。やりましたから、はいはい。もう3時15分でな。寝るのは6時ぐらいになりそう。どうして、どうして、それサラダやかんかで言うて受け。サラダやかんかで言うてみようか、言われたこと。じゃあ聞きましょう。はい。三蔵楼宿が借りたく総来場。瀬戸の山じゃないな。山の内の山の内。ああ、こっからずっと。本山には分かるよ。こっからずっと登っていきゃ。あ、ずっと登っていきゃ。ああ、そこへ行って。まあ、どこでもいい言われたんだけど、最終的に山へ行って、75箇の木をこってこう言って、あ、木を切るんだ。はい、あ、ほいで、脇のこの川から、あ、脇の川、はいはい、すぐそこだな、そうそう、なんか、あんた聞いてきたんだろ、あ、じゃあ行ってない、新川しか思ってない、川だっけ、脇川から、マシマの方、そうそう、マシマの方、そう、マシマの方まで行って、75箇の水を汲んでこい言うて、水を汲むの、さすればなといつつもその場より煙を生み出し、そうらえば恩宗様の鈴掛頃もほさせ、もうすべく候、はいはい、本院様は蚊帳をしきりにほさを枕に一夜明かさせ、もうすべく候言うて、あなた剛力殿にはたびたびのお使いご苦労さん言うて、二層が西目に三層が刺身にと塔がそっくりカカカカして娘が尺取ってちょっと言いうまく言えたかもカンカンよっしゃー言うたら七枚屏風のこの裏でゆるりんくるりんねっちろりん言うて休んじゃなさい言うて長い言われましたけど、はい、そりゃわしが言ったんだっけ、まあな、まあ、顔まで見せたら個人情報だね、個人情報だね、顔まで出したんだけど、うん、ちゃんと顔 見せてちゃんと、うん、あれは安心できる顔だよ、安心できる顔だよ、うん、上がりって言うとった、うん、あ、そこですか、ね、はいはい、だったら仕事を整理して、そうですね、これだけ役割分担しようか思って、分業制だな、今の働き方改革ですからな、本さん、どっち行きたいか選びたい、どっち行きたいか、今日な、山も近いし、水もすぐそこあるしな、あがだな、よく考えそうだな、山の近くへ行かろう、そこで、あそこに木がいっぱいある、木が入る、見てみて、木が凍ってやろ、あ、凍ってやろ、木が凍ってやろ、ほんとだ、あるな、あれ、75巻ってどれくらい、75巻あるんじゃないか、75巻あるわ、75巻どれくらいか分からんけど、どれくらいか分からんか、わしもあんまり分からんが、たくさんいっぱい、あ、今日水汲むだけでええんじゃないか、水汲むだけでな、笑ったようなもんだな、おいじゃわしがあれ行ってくら、飛び込んで出てくるよ、バシャーバシャー言ってクロールするけ、クロールするけ、そりゃあんまり水はないから、ああそうか、行ってくるけな、今日は木切らんでけえな、楽勝だな、今日は。あんたよっしゃーって言うわ。ああ、なるなるわ。今安心しちゃうじゃん。うん。だけ、はいはい。まあ、水汲みは、3時45分ぐらいには行けんじゃないか。なるほど、そばすりゃ。いや、あとに泊まれそうで、今日は。違うとこ行かんでもええかろうじゃん。無理かな、あんた、前は。前は。前は。そんなこと言うてないよ。はいはい。まあ、あがいてもな、はいはい、もう3時20分ばかりになりますけどね。あがでございますね、森さん。まあ、仕事せやな、はい、やれんこう、朝を迎えてしまうけ。はい、仕事はしましょう。ここから仕事をしていきましょう。はい。頑張りましょう。今日は1組だけでございます。はい。はい。ご力頑張ります。誓います。ありがとうございます。ありがとうございます。あれよ。はい。まあ、あれでも急ぎましょうや。へい。何ご力、はい、ご力ごめん。シアの宿りと急ぐべく候。ちょ、待って、候。
沢田煮物ぞー、煮物ぞやー言うて、なんとまだったわ、何者ぞ、何者ぞ、本庄様に尋ねた騎士隊をなぞろう、わしじゃないから、あんたじゃない、あんたじゃどうだ、わしじゃない、わしじゃない、パン屋ともいいでな、まあちょっと聞いてみるけど、はいはい、お願いします。尋ねた騎士隊とはなば、こまんまと語られそうらえ、はいはい、まことに女と申す者は罪深くして、何でも諸仏へと隔てあれ、成仏ならざるよし、おはまことにてそろう、あとらっとそれマイクでどうした？いやいや、マイクの調整、ね、心配なのよ、こういうの心配なの。はいはい、これでまた声通るけ大丈夫じゃないか、あらかな、あ大丈夫だ、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとわしもちょっとな、はい、この姫さんのね、言われたことに対して回答せなきゃいけないな。おー、やだな、ちょっと喋ってみよう、ああ聞いちゃってや、
聞いちゃったんだ。あ、聞いちゃったんだ。聞いちゃったんだ。じゃあ答えでいけるか。答えちゃいなさいよ、じゃあ。はいはい。見とくわ、じゃあ。ガニニョニ、はいはい、こちらもストーリー、女と申すは罪深くして、はい、安全の諸物に隔てられ、成仏ということをさらにならし、は女の胸には断水とて広さ8万余順、はい、朝8万余順の地の池あり、はは、その池のほとりに窃盗十刀大陰と申す3つの虫が住むならば、あそばくないな。虫は苦情あるまじ重烈、もつ烈なく涙。はは、手落ちにすれば知人様のお嫌いたも、玉にすれば三人様のお嫌いたも、浮気を着物だれの水に流しすれば発徳水人様のお嫌いたもがゆえに、万代のうち成仏ということをただ人の足、はいはい、万事一夜の記念にそうらば、ありがたき礼文をばあさぬ頃なり、えなえじゃあ、you
か偉い戦いのことな遺体はあれおうじゃおうなんとまあと鬼棒どこ行ったんだあ鬼棒な鬼棒かないかいなあったあったあんたの声が聞こえて何事か思ってないやねほんとや大事大事大事じゃない何があったんだわしが感じ取った時にいや道案内せん言うてな脇の町をお脇の町を案内せん言うてあんた詳しいかな私もそがりゃ詳しいないんだけどまあ山の方行ってみたりしようか言って誘うけ行ったり君さんからあっち連れて行ってくせ言って一人じゃ怖って言ってそれで行ったらさないなここ違うわな言うけ今度喉が渇いたけ水飲み行こう言って川へ行ったんだそしたらな川落とされてな今びしゃびしゃになったびしゃびしゃになってなわしはやれんことよほんとほいでな何しやがりやって怒ったよおいやその声が聞こえてきたそしたら今度叩かれて、しばいてしばいてしばき上げるんだっけ。ほいで今ここにおった。あ、それでフラフラになってな。フラフラだったら倒れてここにおったんよ。怖いことか。その辺から話すと声が聞こえてきて、なんか起こっとるなぁ思って慌ててきたところでございます。力が強い姫さんだったね、あれや。力が強いか。ああ。あんたの方が大きかろう。いや、わしも。出たけは。いや、まあなぁ、あがゆうても女性だっけ。まあな。女性は大事にしてや。女性が言うけどなぁ。ああ。なんか変な雰囲気だったね、あの最初に出て待っとるときな何が変だった今なんかちょっと違うのあれは姫さんからなのってな違和感があるから最初の工場で言ったろうおうつの国那須の川には狐がおる言ってあ、言うとったな、あが言っておうそうか、狐に化けた姫さんじゃないかなとわしは思ったんだあれがあれがあれがってまたそう目でなあれ狐だったな何？やれてんだよ。本当はだよ。やっぱり。すごいわな。すごいわ今のは。あれ、あれ失礼だ思う。恐怖症になりそうだね。恐怖症になりそうだね。あれが、あがり姫なんか。この間、わざとの祭りでもあったんじゃないか、姫さんに。あ、わざとの祭りでもあったんじゃないか。あったんじゃないか。あったんじゃないか。その時、あれが失礼か。あれが失礼か。あの時は違う姫なんか。顔が違ったっけ、あれ。まあ、あんとも、あれも姫、あの姫さんも。狐かなあの姫さんが狐だなんとなんとやれんでこれ大事だね大事なんだから出てくるで出てくる前にな出てくるでの逃げようや逃げようよ出てくる前になわしもまあ公演のレギュラーじゃないんだあ公演のレギュラーあんたどんどん目がうるうるしてたねわしは一つもうるうるしてないよわしは法律のレギュラーじゃないんだ。わかったな。まだ。おいで。で、思いの丈を言ってみなさいよ。その思いの丈をな、どこ見とるかわしに言って。目を見て話をしようや。あ、見飽きたやから、顔はもう、飛ばしてみりゃ。あ、ええわよ、お腹いっぱいだから。いや、でもな、わしを、ちょっとこの、那須の川大とか、ドライどうかようわからんでな。わしもわからんだな。わしもわからんからわからんけ、はいはい、ちょっと勉強しようや。いやだ。わしは勉強大嫌いだよ。知っとろ。いや、わしが勉強大嫌い。わしはあんた、わしとあんたはな、はい、修行の身ですよ。まあ、修行はしておりますよ。それなりに。それなりに。それなりに修行しております。あんたさっき騙されたろ、結局、あえて姫さんに。はぁ、あ、もう騙されんけ。わしがあるかじゃ。いや、そういう問題じゃないな。うん、わしがな、はいはい、あんたも、この那須の河原いうところがな、はい、名前のほうがわからんんだよ。そうですね。名所旧跡かいな。まあそうなんだが。そうなんだ。まあ、あがいてもな、まあ、まだ仕事の途中じゃあるが、さっきみたいにな、はい、狐に負けた姫さんみたいなのがな、出てくる可能性もあるけ、はい、ちょっとここがな、どこがいうところなんかっていうのを、うん、脇の住民さんにちょっと聞いてきてこないんだろうか。あ、ここで聞きゃいいか。あ、ここで、まあ、またちょっとあっちの方ちょっと戻って。あ、はいはいはい。またピンポン押して。どがなとこですか言うて。どがなとこですか。どがな夜分にすいません言うて、ちゃんと挨拶するんで。夜分にすいません。どがなとこでしょうか。まあ、皆さんわからんけど。あ、まあ、だけど、はいはい、ちょっとな、またさっきあの宿狩り行ったろう。宿狩り行ったところの方を歩いて行けば、また何軒か家があるけ。はいはい、あそこへ行きゃいいですから。ちゃんとピンポンピンポンをしてな。すいません、寝取りにしたかもしれんけな。
赤いに起こしてまででもそう赤いにはもう目が緊張目やっとるよ。まあ訳は祭りだっけ。はあ、わかりました。おいでちょっと緊張してもらってるっけ。ちょっと行ってくれたのか、よろしくお願いいたします。行ってきます。はい、すいませんね、こんなやぶんっていうか朝方に本当に本当でございますね。寝とりましたかな、やっぱり寝てました。ああ、いやがいっても今日は、ま、脇の祭りだけ起きとるかなと思って。ここで何事でございますか。あ、あのですね、はい、あの私あの那智の東高バージアリ受け大法院さん言ってえらいえらい法院さんに仕えております、剛力と申します。剛力さんでございますか。はい、剛力と申します。はいはい、法院様が言われるにはですね、はい、いかに剛力それこの思うさば春の花姿、思うさば秋の月、立派な塔の頭の先からつま先に至るまで瑠璃を述べたるごとく女性一にばかり入れ十二半の舞根を奏でをなして、身を失うと失うだけにて揃うほどに、この東原の名所、あまりに不思議にて、この東原の名所旧跡を詳しゅう教えてくださいたらって言われました。詳しゅうですね。はい、詳しゅう、そこを詳しゅう聞かしなさい言って、まあ、知らんこともねあるけどもって。そうですね、知らんでもいいこともあると思ったんですよ私は。あがでございますか。はい、あが言ったんですけど、まあ、どがしても、まあ、勉強せりゃ元気言って、まあが言われました。まあ、剛力さん、今年は再三訪ねて気にさるけ、はい、まあまあ、しっかりあの頭に入っておりにさるかもしれんけど、そうですね、3分の1ぐらいは入っております。じゃ あのまた言うてみますけね。はい、お願いします。今日もよろしくお願いします。熊やらイノシシもえっと出るけど、はい、私も来るとき、まあ、狐が一番立ちが悪いですけね。あがでございます。はい、まあその言われをちょっと言うてみますんで、はい、今日もどうぞ一つよろしくお願いします。はいはい、はい、三蔵楼と原に住まいいたしそらえども、絵がない家の者にそらえば、はい、詳しきことは存ぜずそらえども、去りながら個人よりの古い語り伝えおば、はあらあら申し述べそうろう、間剛力殿はそれに出せられ御聞きなされべくそうろう。はは、ここでよろしいでございますから、少々名残ございますんでね。はいはい、まあ、あのしっかり聞いて帰ってください。はい、わかりました、聞いて帰ります。それじゃあ行きますんでね。はい、よろしくお願いします。はいはい、はいはい、そもそも那須野ヶ原と申す、原は神、那須野ヶ原が三十三パラ、はは、下那須野ヶ原が三十三パラ、合わせて六十六パラの真ん中どころに四方八丁黒塚一本五だそうろう、はは、その根には洋風白面金毛九尾の老子立ちこもり往来を妨げ、は、諸万民に害をなすことその数限りなし、はいはい、帝御簾のうちに風を移し帝御の王となられたもうその時に、はは、麻生奇想と申して二人の白紙を御雇め、御が直せ見られ候ところこれが千年救助のうち玉子の前がなすわだとかように裏のおたげにて候、はいはい、その後弓取りの名人立ち取りの名人三浦の助上実助と申して視界に隠れなき二人の弓取りを御雇い、はご退治をそばされ候ところその暴君残り少しあって、はいはい、夫が通らば女と変化、女が通らば夫と変化、はいはい、太夫が通らば坊主と変化、坊主が通らば太夫と変化、はいはい、また諸国諸大名の本通りのその説には馬屋には別当が豪の者ともエンゲルにて騒動、またまたそちら三方のような良い法院さん九輪のでっちこさげの本通りのその説には、はいはい、しごやかしげばらいそうけ、俺れんげともエンゲルにて騒動、はいはい、
またまたように変化しもうた。その時には拙者が住宅はこちらにはあらずして、向こうに見えし帰ろうとます。はは、夕顔かつらが上からキリリア、下からキリリア、キリリアからリア、キリからリンと。はは、舞い上り舞い下がったが、すなわち拙者が住宅に相違ござらく候。はいはい、また元を払おう本当にの。その説には立ち酔い腰をかけられそうらえば。はすじゃの一服、腐れまんじゅうの半分どもしんぜ申しましょう、そうろう。はは、いかなる大法院にてそうらえども。はい、このところ御所をもって戦勝を清らかに色に沈めて御通りなさること。はい、何よりも定款用にてそうろう。なるほどなるほど、ああいうことでございますんでね。ああいうことでしたか。はい、なんと大変ですね。大変ですな。はい、じゃあこの通り一言一句、はい、大井さんにお伝えいただければと思いますんで。はい、わかりました。本当ありがとうございました。いいえ、たびたびのお使いご苦労でございます。はいはい。なんとかまあ難しいことをだだ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 言うて言われましたけどね。ちょっと待ってよ。待ってよ。早く早く。なんか言われたんでございますけどね。ありましたか。あの言われがあったんでございましょうかねっていうところ。一言一句がちょっと難しいでございますけども、まあ多少なりとも私もね、あの言わにはいけんか思って頑張っております今。はい。なんか開き直ったな。はい、わかりました。はい、私は言いますけどね。はいはい。ゆうちゃんさんか。はい、言いましょう。言えますかな。はい、 60% ぐらい。いや、でもまあな、今日はな、何かあんた眠たそうだ。もう眠たいんだな、私は。あ、宿行きたいな、宿行きたいな、はい、じゃあけ、まあ、ちょっとこれ、あんたの聞いたら宿行こうや。はいはい、ああ、はい、じゃあお願いします。はい、行きますよ。はい、三蔵郎三蔵郎待てよ、待てよ。三蔵郎遠原に住まいたい将来ども、ご覧の通り宮崎家が元に将来ば、詳しき吉は存ぜず将来ども、去りながら個人寄りの語り伝えをあらあら申し述べ候間、はい、剛力殿はそれに出せられ御聞きなされ将来、はいはい、まあ、座って聞いとったんだな。聞いとった、はいはいはい、お願いします。そもそもなすのが原と申するわ。上那須野ヶ原が33パラ、下那須野ヶ原が33パラ、合わせて66パラの真ん中に四方八丁黒塚これ一本五座候。それに金毛九尾のあっこ立ちこもりを往来を妨げ諸万民を害することその数限りだし、はいはい、昔三日の御巣に影を移し三日の御堂とさなされ候。その時嘘を起草と申して二人の白紙を音集めを占わらせ候のところ、これは千年救助が失うものが前がなすのだとかように裏のおたげにて候。その暴行少し残りあって違うな、あ違うあとだな、あじゃあその後三浦之助上総之助と申して二人の弓取りを本屋と御大寺遊ばされ候のところ、その暴行少し残りあって男は通らば女と変化、男は通らば女と変化、太夫が通らば坊主と変化、坊主が通らば太夫と変化、また諸国諸大名の御通りの説には馬屋の別当か坊もとも変化るげにてやそうろ、また東原御通り、いやいや、良い法院さん良い合力さん御通りの説には千穂やかしげばらいそうげ俺れれんげとも変化るげにてやそうろ、まずそれらしがたくが見たければここにはあらず向こうに見えし草の柱にかやのとま夕顔鶴が上から下へ下から上へ切り切りかなり切りかなりと舞い上り舞い下がったがすなわち拙者が住宅にてやそうろ、また東原御通りの時には立ち寄り腰をかけられそうらえば筋屋の一服腐れまんじゅうの半分とも心情もそう、いかなる大法院にてそうらえども、この東原を御通りの説には御者をもって戦勝を祈り沈め御通りなさるるがいかにもって寛容にてそうろう言うて言えたじゃないか。言えたな、言えたな。ちょっと途中ありがとうございます。拍手かな。ありがとうございます。あの辺からしてもらって、ありがとうございます。ありがとうございます。
読みました。今日は読みましたよ。読みましたな。ありがとうございます。いつもは全然いいのでございますけどね。はいはい。自信になるじゃないか。あ、ちょっと自信持ったよ。自信を持ってな。もうすごい笑顔も止まらんけど。終わるかいうことでな、自信をつけてな。自信をつけてな。あらだな、おじさん。はいはい。終わるで明けますよ。あ、終わりますけどね。はい、もう早いもんで。そうございますね。まあ、相手もありがとうございました。勉強になりました、私も。本当に勉強したら差し物だよ。あんた言えるかな、今。明日は言えんね。一言一句言えるかな。言えない、言えない。言えないけども。夏の洗いとこがどういうことか分かりました。分かりましたか。分かりました。はいはいはい。そういうことどうなったな。ゴリギア。はいはい。まあ、こんだけ喋ったら、はあ、4時前になったね。まあ、あとキツネが出てな、わし食われて。それ言っちゃおしまいだろ。はいはい。はいはい。超バッドエンドの話。バッドエンドなんですけど。わし寄せて逃げるんだけど。逃げやがれ。あんた、あんた言うのはわし今日、なんか。そばに追ってやるやん。まあ、ええわ。はいはい。あんたな。さっき姫さんに騙されてしょったらあがいても騙されました。騙されました。はい、騙されました。私は騙されたんでございます。はい、私が悪いんです。はい、どうぞ。開き直り作戦だな。はいはい、あがいてもな、はい、この後またちょっと数中でまたさっきみたいな姫さんでしたや連携。はい、そうでございます。あんたにわしの教えを伝授しようと思う。あ、本当にございますから。あ、本当もありがとうございます。お兄ちゃんご心身防御。はははは、ここには言うてな。そうそうそう、あがいてございます。はいはい。じゃあな、はい、いかにゴーリキ。はい、ゴーリキでございます。よしよし、太鼓兄さんパートでびっくりしたよ。兄さん、大きいようだったね。そうそう、何があったの、兄さん。先行け言ってな、たまんない言ってね、怒られるから。太鼓兄さんパートでびっくりした。何があったのか思って、はい、はいはい、いかにゴーリキ。はい、ゴーリキでございます。新進歩をさずくしこまって、oh
まるとこそういうに止まりもせず。何お前ここじゃあ止まっとるわお前。寒きように。寒いのは知っとるやろ、だって寒いのに見とるんだろ。だ